ドラマの現場とかどうしてんの？友達とか喋る人いないだろう、だってドラマの現場って。すごいね、技術さんと仲良くなります。やっぱりね。え、俳優さんとかはそうでも、いや、まあ話すんですけど、まあなんか集中してんのかなとか、うん、まあ年下の子たちはこう話しかけてくれたり、今なんだっけ、今 TBS のあれやって、 TBS、 ごめんなさいね、違う曲で、うん、TBS の、 そう、あの川口春奈ちゃんが主演の、あ、そう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 、やってる、その上司役で口説いたりしてんの、川口春奈の。まあ携帯の番号偶数多めってのは分かりましたね。いや、え、でもなんか飯尾さんとかほらね、話しかけやすいじゃん。そうだよ、俳優さんとかもだから別に気楽に喋って、ああなんか面白いとかで、なんかすぐ友達になりそうな、なりそうな感じだよな。だ、技術さんから話しかけられるやつ、技術さん、そうなんだ。役者は、いや役者さんもあの全然話すんですけども、あんま親しくはなんない、プライベート飯までとかそんなに、うーん、あ、そう、いやほら例えばね、塚地とかさ、俳優さんとか女優さんの友達なんかいっぱいいるって聞くじゃん、不思議ね。でほら塚地とかそんなになんかわちゃわちゃ話してるイメージないじゃん、お笑いの中でおとなしい方だもんね。飯尾さんとかほら別に、あ、どうもどうもなんて話しかけやすい感じだろうな、あ、でもいざ交換するとき LINE とか全くやってない、ガラケーだから。いまだにガラケーなの？ガラケーなんですよ。お父さんいまだに持ってない？俺は持ってない。すごいな。まあね、もう持ってないというか持たされてないというかね。いや俺は本当に持ちたくないの、めんどくさいから。社長から電話かかってきちゃったらどうしようって。社長とつながっていたくないのか。いいな。でもドラマの現場はもう本当にそんな、あ、でも楽しくやってますけどね。あんまふざけたことしてないの？あ、でもアドリブはすぐやっちゃって、うん、ギャグ言ったりはすんの？ギャグはパックリピスターチョだったらもうカットだから。違う、そのアドリブでなんかほら入れておかしくない、ちょっとフレーズとかでなんかちょっとやんなきゃ、やっぱお笑いなんだからさ、お前やるべきだろそれは、果敢に。いやでもやってますよ、こちょ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 。じゃあ太田上田って言ってくれよ、今度どのシーンで言うんですか？いやどこでもいいよ別に。だから人呼ぶときあるでしょ、おい中村、あ、吉村みたいな時に、太田上田、あ、違う、あの中村みたいな、あ、それやってくれ。やる、そうあるでしょそういう場面。違うって言ったらボケに行ったらと気づかれるから、うん、ただの普通の太田上田っていい？いいよ、どうする？いいよ、いいよ。じゃあこっちはただ中村と、ね、うん、吉田なんですよ、うん、名前は本当に役名は、うん、中村吉田って言わなきゃいけない。社員役のエキストラの人じゃなくて、うん、そのちゃんと役がついてる人に。川口春奈に言えよ、太田上田。ずいぶんその日はドラマ班残業になるな。今なんてやつ、ちょっと太田上田っていうのしてみたんですけど。でもそれでも頑張ってさ、それはやっぱ芸人としてはさ、やっぱそれはやってほしいよ俺たちは。だってじゃあお前は役者に魂を売ったのかって話になるから。奥さんに魂売った人が何言ってんだよ本当に。全然飯も誘えないんだから。盛り上がってこの後太田さん行きましょうよ、いや、うん、ちょっと知らしてないから無理だな。なんで3日前に予約なんだよと思って。だってあの工場委員会の借りでズンとかそんなホリケンとかだと全然平気ですよね。ん、飯食いに行ったって、うんうん、あの社長は許してくれますよね俺ら。だ、時間によるよそれ。いや、なんで時間なんですか、こんな50過ぎたお笑い芸人に。社長が帰ってくる前に帰れれば大丈夫。本源が夕方の5時だから。小児じゃねえかよ本当に。近所の小児だわ。あんた俺のことドラマに魂売りやがってとか芸人の癖しやがってって言われて、あんたなどんな生活してんのよ。何が芸人だよ、語ってほしくないわそこの部分は。アフター5は。でもちょっと言ってくれよそれは。太田上田、うん、じゃあさ、うん、もしクリアして太田上田でオンエアされてたらちょっとご褒美ちょうだいよ。なんかあー何でもいいけどね別にね。それあげます。何が欲しいの？この準レギュラー。準レギュラーでいいの？いや毎週はもう対応できないもんだって。本当クリアしたらもうご褒美を。本当に、うん、じゃあご褒美にあのアドボあげますわ。アドボ、アドボ、アドボ、さっきの、ね、鳥のアドボ。なんすかアドボって？鳥の料理。フィリピンの家庭料理。家庭、お袋の味。いや、フィリピンの家庭料理、美味しいやつ、美味しいあげますから。だってあれで随分大爆笑取ってた味でしょ多分。そうそうそう。爆笑間違いなしの料理だよ。鉄板の料理で。あげますから。アドボ？アドボ。アドボとそのドラマのその。撮影かけるの？そらそうですよ、うん、そうそうそう。ね、川上さんまた作ってきてくれますよね。ぜひぜひぜひ。ほら。あ、
川上さん作ってくれる。いや、あの川上さんのお母さんが作ってくれる。お母さんが作ったんだ。ああ、そうなんですか。わけわかんない料理で。いや、わけはわかるよ。本当いろんな土産置いてったら川上さん本当に。美味しいから。それあげますから。いやいや、でも無理だな、無理かな。なんだよ。いや、やりますよじゃあ。だって俺この間 NHK でね、うん、喫煙所行ったらさ、なんだっけ、キリンが来るのさ、うん、役者が喫煙所で、うんうん、こういう侍の格好、はいはい、足軽の格好して、うん、タバコ吸ってたんだよ。で「お前なんだよ、キリンが来るの役者か」っつったら「あはい」って言うからさ、うん、なんでお前足軽かっつって、うん、あはいっつって、なんでそんな偉そうな通りが、なんだろそのパス、お前なんで どっちぐの明智型かその、うん、ね、織田型かどっちなんだっつったらさ、うん、織田型です、うん、織田型か、じゃあなお前 今からそのシーン撮んだろっつって、うん、明智を撃てはいっつってさお前さ歴史変えたくないの変わらねえそんなで、お前が明智討ちに、お前が今明智を撃ったらお前が天下取れんの、違うわただカットになるだけだよなんで頑張ります、頑張りますじゃないわ、アホかそいつもいやまたおかしいよやっぱり、本当頭おかしい、頭おかしい本当に